RI プレゼンツ海の民、山の民、第2章神話との遭遇。前回のあらすじ、芦原の人たちへの対応は決まったけれど、東華は移住自体に不安を感じていて、胸にモヤモヤを抱えていた。何かしらの対応は決めなきゃいけなかったんだろうけど、言葉では言い表せない不安があって、私は胸のモヤモヤを払拭できずにいた。何か忘れてるような気もするけど、結局移住は小規模人数で、それぞれの個単で和人を受け入れることもなくなったので、まずは様子を見ようかな。その数日後には警戒も解かれ、コタンに平穏が戻った。それからの毎日は大人たちが忙しく動き回るようになり、特に女性たちは総出で大量の紐を編み込み始めた。初めて見る紐作りの工程は興味深く、驚きの連続だった。まず火の皮を水に浸した後、それを棒で叩いて繊維状にした後でほぐし、天日で乾燥させる。そして乾燥させた繊維を裂いて1本の紐にしてから、それを4から5本束ねると、指先で器用に編み込み始めて、驚いたのは紐と紐をつなげる時の様子だった。繊維と繊維を重ねて指先で回転させる工程を何回か繰り返した後、これまで同様に繊維を編み込むと一本の紐になってしまった。そうして出来上がった紐の一本をピンと張って、その紐に4本の紐をねじりながら巻きつけて、最後はほどけないように両端を紐で縛ると、一本の太い縄が出来上がった。トカプチプは最初の紐作りを担当していて、綺麗な編み目は彼女の器用さを感じさせる出来栄えだった。クンネチプもたまに手伝いに来て器用に編み込んでたけど、すぐどっかに行っていなくなっちゃう。まあ仕方ないね。私たちが作業してる間、男の人たちの多くは新しいコタンの造営で出かけていて、他の女性たちも建材作りで慌ただしく動き回っていたので、コタン全体が落ち着かない雰囲気だった。そんな日々が一月ほど続いたある日、海岸近くのコタンが完成したと連絡が入った。これには真っ先に子供たちが喜んだ。大人たちが慌ただしく動き回っている間、やはり子供たちは寂しい思いをしていたようで、コタン内を走り回って友達に知らせを伝えていた。その知らせを受けた翌日、私たちは父親に促されて海岸近くに新しくできたコタンの見学に出かけた。ここは海岸から少し離れてはいるけど、小さな丘の向こうには海岸線が見え、その丘が海岸からの風を防いでくれる絶好の場所だった。丘に登って周囲を見ると、沖に大きな島と小さな島があって、海は遠浅なのか、ライトブルーの海水がとても綺麗だった。コタンのすぐ横には小さな川があって、これなら飲み水に困ることはなさそうだ。あと気がついたのは、
このコタンには縦穴式住居がなかった。すべての建物が高床式と平地の違いはあるけど、ログハウス風になっていた。この短い期間でこれだけの家を建てたなんて驚き。ただ周辺の風景、特に島を見てちょっと困惑した。それは現在地の特定が難しくなったからだ。日本海側にあんな大きな島がある地域ってあっただろうか。もうちょっと地理を勉強しておけばよかった。あんな大きな島なのに頭の片隅にも記憶がない。でも彼らが本物のスサノオノミコトやクシナダなら、九州から島根県の間にある地域っていうことは間違いないと思う。ここに来てもう一つ感じたのは、お父さんの共存共栄への思い。生活していく上で困らないように家も周辺環境もしっかり整えてある。この細かな気配りには和人に対する偏見なんて微塵も感じられなかった。お父さんの思いが相手にも伝わるといいな。それから2日後、事前に連絡を受けていた移住者家族が2組、ポロコタンに到着した。若い夫婦とその子供たちだ。その日はポロコタンで移住家族の歓迎会を開き、そのまま宿泊してもらった翌日、お父さんが新しいコタンへとその家族を案内した。結局新しいコタンに移住してきたのは4組の家族だけで、他には集落を警護する人が数人いて、そんな中で彼らの新しい生活がスタートした。本日のストーリーはここまで。配信は毎週土曜日です。お楽しみに。よければチャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。